ドラゴ TV こちらです。ステイホームということで、皆さんゴールデンウィーク我慢ウィークと題して、皆さんステイホーム頑張っていると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。こちゃん、ステイホームをですね有意義にするためにエアロビチャレンジ、こちら、今日本中世界中で流行っておりますけれども、そちらにもチャレンジしておりますので、気になる方はこうちゃんのインスタグラムに飛んでですね、エアロビチャレンジ動画、ご視聴していただければなと思いますので、引き続き皆さんステイホーム習慣をですね続けていきましょう。ステイホーム。はい、どうも改めましてドラホ TV こうちゃんです。エンジンベースボール。はい、ということで、先ほどの衣装からですね、しっかりと、清掃しましてですね、今回も皆様に、お届けしていきたいと思います。あの格好でですね、ちょっとチーム紹介するのはちょっとチーム様に、失礼だなということで、しっかりといつも通りの清掃でいきたいと思います。本日ご紹介しますチーム様は、宮城県からです。ありがとうございます。宮城県はですね、こうちゃんの地元ですのでですね、企画に賛同していただいて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。本日ご紹介するチーム様は、名前 EHS です。EHS さん、ありがとうございます。それでは EHS さんをご紹介していきましょう。EHS、チームの紹介、東北学院大学軟式野球サークルのチームです。東北学院大学に所属している1年生から4年生まで所属しております。何より可愛いマネージャーがたくさんいます。こちら非常にグッドポイントですね。チームの特徴はとにかく野球と飲み会と掛け事が大好きということで、プライベートでよく、飲み会をやっているそうです。プライドジャパンの前は高校球児さながらの食トレに励み、飲み会では大学生らしくお酒を浴びるように飲みます。掛け事では男気じゃんけんを毎日のようにやるくらい大好きです。時には何万もの掛けをすることもあるそうです。チームの目標は全国大会に出場することで日々練習に励んでいるそうです。平均年齢は20歳。そうですね、大学生だとなれば、まあ、10代、そして、まあ、20歳、21、22歳ぐらいが、上でしょうか。いや、若いですね。活動地域は宮城県、山形県。レベル、2017年プライドジャパン甲子園大会宮城県優勝。2019年 CBS 復興支援大会グリーンスタジアム神戸春の陣宮城県準優勝。2019年 MLB ドリームカップ宮城県 A ブロック優勝。2019年 MLB ドリームカップ東北大会ベスト4。活動ペース、毎週木曜日の13時から17時、毎週日曜日、活動しているそうです。ざっくりと EHS さんの、紹介をしていきましたが、ここではですね、学院大学の、軟式野球部ではなくてサークルのチームだというところですね。大学でもですね、サークル、いろいろなサークルあると思いますけれども、そちらのサークルが野球サークルということで、おそらく大学野球部で、野球をやらなかった人たちが、またちょっと野球やりたいなというところで、賛同して集まって、こう、軟式野球チームをサークルで作って活動しているというチームですね。多分全国的にも多いと思います、このようなチーム。そしてですね、プライドジャパン甲子園大会、そして MLB ドリームカップなどオープン大会にも、出場しております。こうちゃん実際にですね、EHH さんとも対戦したこともありますし、各種オープン大会公式戦などではね、必ず上位に来るチームでございます。非常に若くて、レベルの高いチームだなというふうに思っておりました。なんでこんな毎年若いんだこのチームな、毎年毎年年が若返ってんだろうなと思ったら、軟式大学野球の軟式サークルさんのチームだったんですね。それはそれは毎年若返りますねというところで、EHS さん、掛け事も大好き、遊びも大好き、そして軟式野球も大好き、こちら非常に、雰囲気のいいチームでありますね。そして実力も、しっかりとした実力がありまして、強豪、宮城県では強豪ですね。EHS さんいいですね。こういう大学のサークルの仲間として一緒に、こう可愛いマネージャーさんとも一緒に、野球を、
活動しているというのは非常にいいと思います。これからもですね、エンジョイベースボール、そして学業を両立してですね、学校生活、そして、ベースボールライフを、頑張っていただきたいなというふうに思います。頑張れ !EHS! それでは、2チーム目をご紹介していきたいと思います。2チーム目は、鹿児島県から、ご賛同していただきました。ありがとうございました。チーム名は、レンベースボールクラブさんです。ありがとうございます。それでは、レンベースボールクラブさんをご紹介していきましょう。レンベースボールクラブ、チーム名の由来は、障害を持つ弟の名前になります。弟の名前はレン。チームの紹介、鹿児島県で知的に障害を持った監督の弟が好きな野球ができることと作った草野球チームです。連盟には無所属、毎月第4日曜日の1日大会霧島杯と年に3回の主催大会、その他、吹上砂丘杯に参加をしたり、県外遠征をしたり、野球以外のイベントも開催して楽しんでおります。チームのスローガン、野球は格好から、ノン肩は下痢するまでをモットーに、勝ち負けにこだわらず、経験者から素人、上手い下手が入り混じって野球をしております。弟は知的障害を持っており、小学校1年から高校3年まで養護学校です。使える単語も少なく、言語障害もあり、コミュニケーションがなかなか取れません。そんな中、野球と出会い、下手なんですが熱中したものの一つとなりました。小学校は近くの少年団でソフトボールをしており、中学校では知的障害を理由に野球できる環境はありませんでした。身体障害の野球はあるんですが、知的障害は近くにいなかったため、兄である私が親友とともに弟の野球をできる環境と考えて作ったのがレンベースボールクラブです。チームは弟以外は障害を持っておらず、弟のことを理解しているチームメンバーが集まっています。また現在、弟は国体の知的障害ソフトボールの県代表や T ボールという競技の練習に明け暮れ、なかなかチームの活動には参加していない状態です。平均年齢は27歳ぐらい。レベル、連盟やオープン大会に参加しないので特にレベルは分かりません。活動ペースは月に1から3回よろしくお願いしますとのことです。ざっくりと、レンベースボールクラブさんをご紹介してきました。まずはですね、このレンといった名前、こちらの由来が弟さんの名前だということ、そして、弟様は知的障害を持っており、野球をやっているチーム様であるということです。まず一番に、身体障害者の野球はあるんですが、知的障害者の野球は少ないというところで、自ら弟様のために、お兄様が、そしてお兄様のご友人たちが、弟が野球のできる環境をということでチームを作ったというところが本当に素晴らしい活動だなというふうに思いました。全国多分広く見ますと、チームには知的障害者であったり、身体障害者、はたまた、体のどこかが動かない、そういった選手と一緒に野球をやっているチームというのは数多くあると思います。我がドラゴンフォースもですね、耳の聞こえない、そしてうまく言葉を喋れない、松本さんという、選手も、チームに所属しております。ですので、レンベースボールクラブさんのこのお兄様の言ったところで、なかなか周りの人とうまくコミュニケーション取れないというのはすごくわかります。でもしかし、このコミュニケーション取れない中でも自分たちだけが分かるそのコミュニケーション取り方とかですね、障害に向き合っていく姿勢というのはですね、チームが言わなくても皆さん一人一人がしっかりと理解した上で、弟様の大好きな野球もできる環境を作って、そしてみんなで楽しくワイワイやっていこうという心温まるチーム、こちら2チームを紹介していきました。まだまだ全国にはですね、野球チームが、あります。その中で、一つのチームの活動する動機というのは、いろいろとあると思います。しかしながらですね、忘れることはいけないのはですね、やはり楽しむことですね。一番は勝つことも負けることも大事ですけれども、一番はやっぱり楽しむこと、こちらを忘れずにですね、コロナウイルスが収束したらですね、また、楽しく、そして明るく
野球をできることをイメージして、今ステイホーム週間ですけれども、こちらをですねしっかりと耐えて、頑張っていきましょう。本日は EHS さん、そして全ベースボールクラブさんをご紹介してまいりました。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さんステイホーム。